水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪。主人公、鬼太郎のガールフレンド。ネズミ男と同じ人間と妖怪との間に生まれた、繁妖怪だが、彼の天敵。水木しげるが創作した妖怪キャラクターである。通称は、ゲゲゲの鬼太郎と、ビビビのネズミ男に対して、ニャニャニャの猫娘。ニャニャニャのの通り名は、 猫の鳴き声が由来と言われる。猫娘、猫娘とも表記される。身長、体重ともに、原作設定。アニメ版は、第3作以降それ以上のより成人に近い体型となる。詳細は口述。普段は、人間と変わりないが、ネズミや魚を見たり怒ったりして興奮すると、目が、 金色に染まり、耳まで裂けた口に鋭い牙を剥き出した化け猫の行走になる。魚、鰹節、ネズミが大好物。キタロウ、目玉親父、ネズミ男同様に、水木しげるが創作したキャラクターでありつつ、妖怪としても認知されている。キタロウに塩らしい恋心を抱いている。アニメ第5作から、ゲゲゲのキタロウとビビビのネズミ男に対して、 にゃにゃにゃの、猫娘という通称ができた。一人称は、私、あたし、あたいと作品によって異なるだけでなく、その時の気分で変わる場合もある。出自は、人間と妖怪との間に生まれた、汎用会で、水木プロ監修の書籍等でも公式に、ネズミ男と同じ汎用会と解説されているが、ネズミ男のように、作中本編で、 その設定に触れられる描写は滅多にない。原作の初期では、ネズミ男の天敵として、複数の猫娘タイプの妖怪、猫女系妖怪が登場しているが、ほとんどが一話限りのゲストキャラクターだった。キタロウの友達として、おかっぱ頭にワンピース姿の猫娘が原作で、初登場したのは、週刊少年マガジン版第一シリーズの、猫娘とネズミ男から、 キタロウのガールフレンド的な立場として、猫少女がレギュラー化するのは、週刊少年サンデー版から。この時は和服姿のボサボサ頭で、マガジン版の猫娘とは、容姿が大きく異なり、猫子という名前であった。ただしこの頃から釣り目や丸い方などのデザインは確立している。この猫子は、ネズミや魚を見て、 化け猫と化す奇病を持つ人間であり、妖怪ではないと解説されるが、自身は、妖怪の一種、人類には、興味ないなど、本編内で人間ではないと言及しているため、純粋な妖怪か人間か、曖昧になっている。アニメ版においては、第1作20話、猫娘と、ネズミ男で、ゲストとして初登場。第2作では1話より登場し、レギュラーに加わる。 赤を基調にした衣装に、リボン、キタロウに恋心を抱く描写などの要素が確立する。アニメ版と同様の大きなリボンを結んだ猫娘が、原作で登場して定着したのは1980年代のアニメ第三作の頃に連載していたシリーズからであり、アニメ版からの逆輸入キャラクターと言える。この時初めて上記の身体サイズが設定され、 当時の講談社などで発行された、北郎百科関連で発表された。水木が昭和33年6月に、東ず一郎名義で発表した、怪奇猫娘に登場する、さんまの匂いで思わず猫顔に変貌してしまう、主人公の猫娘が、後の北郎シリーズに登場する猫娘の、全身的存在とされている。服装は、原作でもアニメでも白いブラウスに、 赤ピンクの釣り、スカート姿が基本だが、第2作だけは白い襟のついた赤に、黄色の大きな、水玉模様のワンピースを着ている。ゲゲゲの北郎妖怪戦物語第1部では、ゴスロリ調の漆黒ドレスを着用、髪は肩ほどの長さのセミロングだったが、第2部からは、アニメ第5作同様のショートカットとなった。工術の猫についてのものを除けば、 キタロウとネコ娘の出会いが描かれた公式作品は、講談社館、小説、ゲゲゲのキタロウ第1話、キタロウの誕生のみ。キタロウが、育ての親の家を出た直後、ネコ娘は魚を横取りしたネズミ男を追ってきた、ところをキタロウと出会う。キタロウのことは、砂掛けバーなどからあらかじめ聞いており、この時点から彼の力を高く評価していた。ネズミ男が悪事を働いた時に、 彼を懲らしめることが多く、その鋭い爪でネズミ男をボロボロにするまで引っかき、回す。時には片腕を食いちぎることもあり、ネズミ男からは、我が生涯の天敵、猫は猫娘だけで、こりごりと言われるほど恐れられている。しかし、喧嘩するほど仲がいいという面もあり、ネズミ男と、コンビで行動することも多い。北郎の青年期を描いた。 俗ゲゲゲの北郎の猫娘の牧では、北郎が高校に通う一方で、怪奇女子大の不思議学科に在籍する女子大生として登場。両方に、ネズミ男のような髭を生やし、豪華なコートを着込み、かなり高慢な性格となっていた。北郎の家に住み込むため、ネズミ男を北郎の元から追い払うが、逆にネズミ男の罠にはまり、古書の中に吸い込まれて、 姿を消した。しかし、さらにその後の、新、ゲゲゲの鬼太郎で、鬼太郎の母校、墓の下高校の生徒として、再登場。続くとは、外見が大きく異なり、マガジン版と同じワンピース姿で、前髪を左右に分けて、後ろ髪をお下げにしている。この容姿の猫娘は、原作、ゲゲゲの鬼太郎挑戦シリーズ第3話、地上への秘密でも見られる。 同じ猫娘と称するキャラクターでも著しく容姿が異なることから、これらをすべて別人とする解釈もある。ただし、1980年7月12日に上映されたアニメ第2シリーズの第37話の劇場用ブローアップ再編終盤、ゲゲゲの北郎地総眼用に描き下ろされたカットや、同年小学館より観光の 北郎大百科でも一部お下げ髪の猫娘のイラストがあることから原作者の水木しげるはこちらを原作マガジン版とアニメで現在まで定着して認知されているお馴染みの猫娘と同一人物として据えていたらしきことも示唆されている。松竹製作の実写映画版は出演した田中麗奈に合わせて身長158センチメートルと設定されている。 他にも、年齢設定が、北郎ファミリー全員が、江戸時代以前に誕生したこととなっており、猫娘は400歳である。なお、映画版が、猫娘の実写初登場であるが、月曜ドラマランド版にもシナリオ準備講段階では、登場が予定されていた。オムニバスドラマ、水木しげるの、ゲゲゲの階段においては、北郎不在の北郎の家で目玉親父の話を、 猫娘が聞く体裁でストーリーテラーとして登場している。原作よびアニメ、墓場ば太郎に登場した猫娘の元になったキャラクター。アニメではタレントの中川翔子が声優を務めた。本来は天保年間から代々続く猫屋という三味線作りを営む下宿屋の娘で人間だった。性格はアニメにおける猫娘とは、 相反して清楚で控えめである。後に北郎のガールフレンドとなる猫娘の仲間とも扱われている。猫に関する設定をアニメ版ゲゲゲの北郎で使った例として、第4作の35話では、猫娘が北郎を怒らせて地獄へ流された悪人に、対し、猫屋というホテルを準備して待ち構えていた。また、第六作の十四話では、 猫娘がスマホを使ってネット上の情報を集める際に猫の名前をハンドルネームとしていた。仲間妖怪の中では能力の種類に乏しい方で強力な妖怪の部類に区分されることもないが猫由来及び妖怪としての基礎的な運動能力などは優れている。増票妖怪を含めれば猫娘が単独で倒した妖怪も少なくない。 前述の通り反妖界であり、蒸気のような能力を備えているものの、攻撃の武器が、自らの肉体しかなく、これといった、特殊能力もないため、戦闘力も低い。敵妖怪に無謀な戦いを挑んで帰り討ちに会い、北郎や仲間たちに助けてもらうというパターンに、陥るのもしばしばである。アニメ第5作では、それを苦にして、武道を学び、 思いを寄せる太郎の役に立てる存在となることを、けなげに絶望した。ただし、戦闘力が、猫娘以下の妖怪も多くいるほか、上術、下記の通り、彼女が単独で、倒した、敵、奮闘して、勝利に貢献した妖怪も数多い。また、第四作では、砂掛けバーに薬草について教わっており、ある程度知識も持ち合わせている。アニメ2作以降、 柔軟な発想で、北郎たちの危機を回避することに貢献するシーンも、時折描写されるようになり、第5作では、人間界のアルバイトなどを通じて得た情報や、知識も、北郎と行動を共にする際に役立てている。第6作では、上記の格闘技術の項目にもあるように、原作や過去のシリーズから一転して戦闘力が高くなり、 北郎ファミリーの頼もしい戦力として単独で敵妖怪を倒したり、北郎の留守中に妖怪が起こした事件を解決したり、するなど、北郎に次ぐアタッカーとして活躍している。北郎が不在時や戦闘不能になった際に敵妖怪相手に単独で白星を上げることも少なくない。ただし、その一方で、幹部級の強敵には力及ばず、 破れたり苦戦を強いられて決着がつかないまま、狩領角が倒されたために、対戦相手が撤退した場合もあり、それ以外でも、マンモスやイスルギレイなど妖怪に関わった、人間相手に力負けしてしまった、ケースなどもある。戦闘力の高さだけにとどまらず、妖怪大裁判で北朗の弁護を務め、承認相手に弁護士並みの高度な尋問を披露し、 そのための資料として、過去の裁判記録や古文書も読破して、短時間で理解する、幻の記者で時間を過去に何度も戻りながら、吸血鬼化を防ぐ方法を突き止めることに、成功するなどの頭脳明晰ぶりも見せている。状況を察知して、現場の光景から敵の穴を推理で突き止めるなど、戦闘面では、文武両道に秀でている面も多く披露している。 戦闘以外の駆け引きでは苦手な面もあり、マナたちとトランプのババ抜きで遊んだ際には、普段のクールに振る舞う面とは逆でババが回ってきた、時の動揺が顔に出すぎなこともあって連敗していた。また、物理的な講守には長けているが、特殊能力を使う敵の術には、一方的に翻弄されたり操られてしまうことも多かった。原作者の水木しげるが直接手がけた事例ではないが、 2017年の長編アニメーション映画妖怪ウォッチシャドウサイド企業の復活では、北タや仲間たちと共にコラボ出演という形で登場した。原作漫画やアニメ一気に寄せたデザインで短いおかっぱ頭に黄色いリボンを着用している。ありがとうございます。